香港隔離生活 Day2。 政府の用意してくれたホテルで過ごしました。朝ごはんが届きました。そして壁にフックがあるんですけど、そこにかけられたご飯を受け取ります。電話で検査結果が出て陰性だったのでチェックアウトできるそうです。ホテルはこんな感じで結構綺麗なホテルでした。自分で撮るよりもいいかも。チェックアウトの時も説明を再度聞きます。そして自分でここからはタクシー代を払って、自分の泊まるところに行きます。久々の香港。この建物が香港感たっぷりですよね。お家に到着。到着したら早速 GPS を、セットします。空港でダウンロードさせられたアプリを使って家の中を歩き回って、自分がここのお家の中を歩き回りますよというふうに、バスルームやらトイレやら、キッチン、それからいろんなお部屋を回ります。歩き回り終わったら今度は自分のバーコードをスキャンして保存完了です。ちなみに朝ごはんはこれでした。というわけで、2日目の隔離生活のビデオでした。ちなみにこの日の夜に、到着の夜に、私はトイレの鍵を間違えて閉めてしまい、しばらくトイレに行けないという苦しみを味わいました。その動画がこちらです。こんなもう一個一個ちょっとおバカなことが発生する隔離生活ですが、隔離生活じゃなくても普段からか、皆さんもし聞きたいことなどあったらぜひコメントください。できるだけ答えていきたいなと思います。時間があるので。ではでは。